清水エスパルスが絶好調です。はい、どうもヒデです。今回の動画は直近5試合負けなしで絶好調の清水エスパルスについて話していきたいと思います。清水は22節の浦和レッズ戦まで怪我人が多かったりコロナウイルスの影響を受けたりして非常に苦しんでいて残留争いをしているという状況でした。しかしその試合以降3勝2分けで5試合負けがありません。そんな今絶好調で残留争いから抜け出したと言っても過言ではない清水エスパルスの好調のポイントと弱点について話していきたいと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。このチャンネルでは J リーグについて話したり J リーガーを1分で紹介したりしているので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では早速やっていきましょう。まず直近5試合の成績を振り返っていきましょう。清水は先ほども言ったんですけど直近5試合で3勝2分けという結果を出していて、交互試合9得点と非常に調子が良く残留争いをしていたとは思えない結果を出しています。そんな絶好調の清水エスパルスの好調のポイントを3つ紹介していきたいと思います。まず1つ目は監督交代でサッカーが大きく変わったことです。清水は平岡監督の下でシーズンをスタートしたんですけど、怪我人が多かったこともあり思うようなサッカーができず16試合で2勝7分け7敗とチームも16位に低迷していました。そして結果が出せなかったこともあり平岡監督との契約を解除し新監督にブラジル人のゼ・リカルド監督が就任しました。平岡監督が指揮を取っていた時はなかなか守備がうまくいかず16節までの段階で1試合平均失点が 1.4 失点でクリーンシートの回数も3回、守備面に問題を抱えていました。それに1試合平均得点も 0.9 得点であまり多くはないという状況でした。そしてゼ・リカルド監督に変わったことによって17節から27節の10試合の平均失点は 1.5 失点であまり変わっていないのですが、クリーンシートの回数は4回で明らかに良くなっています。クリーンシートが多くなった理由として松岡選手と白崎選手がボランチで安定したことで自陣でのミスが減ったのと、本田選手の調子が上がっていてビッグセーブが非常に多くなっていることが要因だと思います。さらに良くなったのが攻撃の部分で平均得点が2点と大幅に上がっています。得点が増えた理由としてはゼ・リカルド監督のサッカーの基本であるパス&ゴーが徹底されて相手に捕まりにくくなり攻撃の時の連携にも非常にいい効果が出ています。そして2つ目の好調ポイントは夏の補強がうまくはまったということです。清水はこの夏にセレッソと契約を解除してフリーとなっていた乾選手とブラジルのフォルタレーザからヤゴピカチュウ選手、フルス復帰となった北川晃也選手が加入しました。その3選手は23節のサガン鳥栖戦から試合に絡むようになり、それ以降まだ負けていません。負けてない理由はやはりチアゴ・サンタナ選手のマークが分散されることが大きいと思います。今サイドハーフにいる乾選手とヤゴピカチュウ選手は非常に裏抜けが得意ですし、チアゴ・サンタナ選手のポストプレーからサイドに抜け出すという形が出来上がっていて明らかに攻撃力が上がっています。それに乾選手とヤゴピカチュウ選手の対応に人数をかけている分チアゴ・サンタナ選手が中でプレーしやすくなっていると思っていて、それが実際結果に出ていると思います。チアゴ・サンタナ選手はここ5試合で3ゴール2アシスト5ゴールに関与していて得点数を10得点まで伸ばしています。それに夏に移籍した上田綺世選手とレオセアラ選手と並んで得点ランキングが1位となっているので得点王になる可能性も非常に高いと思います。そして3つ目の好調ポイントはセンターバックの安定です。センターバックの達田選手と鈴木選手が安定してきたのは非常に大きいと思っています。鋭い読みで攻撃の起点を作ろうとする相手に対してプレッシャーをかける鈴木選手と後方で確実にカバーすることができる達田選手がいることで非常に守備陣が安定しています。それに攻撃面では鈴木選手のフォワードにつける縦パスが非常に効果的ですし、達田選手はボールを運ぶことで違いを生み出すことができています。この2人の安定感が絶好調の清水を支えていると思っています。次に清水エスパルスの弱点を2つ紹介していきたいと思います。1つ目はクロスに対してサイドバックがマークを外してしまう回数が多いのが気になりました。柏レイソル戦も前節の京都サンガ戦もクロスからピンチになる場面が多く、権田選手のスーパーセーブがなかったら失点している場面が多かったので、その部分は修正が必要なのではないかなと思っています。そして2つ目はディフェンスラインの弾き返す能力が低く、クリアが短いのが気になりました。前節の京都戦の後半はクリアが短くて二次攻撃につながるシーンが多かったですし、柏戦も権田選手のビッグセーブがあったから良かったものの、ピンチになる場面が多かったのが気になりました。今回の動画は清水エスパルスの絶好調の理由と弱点について話していきました。あくまで個人的な意見ですので、よかったら皆さんの意見もコメント欄で書いていただけたら嬉しいです。そして次節は公式戦6連勝中で、こちらも非常に調子がいいサンフレッチェ広島との対戦となるので、非常に熱い試合になると思います。今回の動画はここまでです。最後によかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。